<laughs> 来てる来てる <laughs> もう出てた <laughs> 皆さん、こんにちは。トットです。本日は異世界食堂2。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、コロナワクチンの副反応をけでですね、撮影の方が遅れまして申し訳ございませんでした。本来であればね、もう少し放送日に配信をしていたんですけども、今週だけね、ちょっとこの時間、この曜日になってしまいました。で、この2なんですけども、まあ、続編ものっていうことで、1の方をね、この放送に合わせて僕見ていなかったので、一気にさせていただきました。 非常に面白かったですで、えー、前にね、えー、秋アニメのリアクションスケジュール発表する動画でも言ったと思うんですけどもこの作品ね前は前はそのねなんか美味しそうなご飯出てくるじゃないですかでそのご飯に対してまあね関わりのあるキャラクターが出てきてみたいな流れでしょうなので僕申し訳ないんだっけどキャラクターの名前とそのメニューの名前がリンクしてなくてメニューの名前でキャラクターを覚えちゃってるっていう感じなんですよなのでキャラクターのことを僕はね料理名で 多分読んでってしまうことになるかと思うんですけども、まあ、そちらご理解いただいて見ていただければなというふうに思っております、えー、というわけでねこののんびり飯テロアニメ深夜に見ていたら絶対お腹が鳴ってしまうであろうこのアニメ、えー、皆さんと楽しく見ていきたいと思います、えー、というわけで、えー、皆さんも録画したものもしくはビデオンでモンドを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞ さあスタートでーす今回はどんな料理が出てくるでしょうかえ現代ああ違うよね。びっくりした。<laughs> 懐かしい。懐かしいっていや、そんな時間経ってないんだけど。<laughs> <laughs> ああ、いたいた。あの、脳内で話す。竜の。<laughs> めっちゃ漫画頑張ってんだよ。ピカピカにしてんの。いやー、こういう裏の作業、あんま今まで見てこなかったから。 こんな扉あったらね入りたいよね迷い込んで美味しいご飯食べたいわうん何何作ってんのあーコーンポタージュ美味しいよね俺コーンもいいけどかぼちゃも好きだよほういいですね あ、これこれこれよ。脳内で話しかけてくるやつ。辛いカレーが好きなんだよね。<laughs> それな。驚いてたもんな。えなにコーンポタージュに反応したのあ、違うなにあ自分のね。カレー。いや、好きだもんね。これに惹かれてこの店に来たんだもんな。 いやあ嬉しいわ。マジでこれね、あっという間に見れるほど面白かったっす。のめり込んだというか。あオープニング。今のは何だろうね。クリームシチューかな。だからまた今まで一気で出てきたキャラクターが、まあもちろん登場してくると思うんだけども、新たに今回ね、 どんなキャラクターが出てくるかだよね。ほら、龍にしてもさ、黒とか言われてたけど、赤もいて、まあ、それこそさ、無色天、無色天性じゃない、天すらじゃないけどさ、原初シリーズじゃないけど、他にもなんかいっぱいいるような感じのこと言ってたじゃん。だから、龍関係も、新しいの出てくると思うんだよね。いや、知らない人増えてるな。<laughs> ちょっと待ってあ、あの、闘技場で戦ってる人もいるね、カツ丼の あー仙台の人ねいや俺さこれ思ったんだけどめちゃくちゃ食べるじゃんここの人たちって特にあのカツ丼の人とかさあの料理してる人主人公のおっさんさ一人でよくやっていけてるよな作ってるキッチンはあの人一人なわけじゃんまああのこっちは回すのはさ今2人いるけどもなかなか大変だと思うんだよね いやー俺ここに行ったら何食べるかな今まで出てきたの中だと。俺メンチカツかなメンチカツ意外と好きなんだよね。皆さんは何を選びますさあ、帝国うん。いきなり新キャラかなあ、新キャラっぽい。あ、こんな子いないもんね。冒険者か。 ああ、これでなんか迷い込んじゃうのかな扉に出会って。クエストを受けてて。うん、こいつも知らん。ああ、だからゴブリン退治に行ってあるんだよ、きっと。あ、え、この子、ヘルメットの形からして、獣人なのか。 同じパーティーのメンツじゃない。ソロなのか。うん。うん。夜掛けのヒルド。うん。なんだ。もしかして、もう扉探してんのかな。 すでに今の言い方別にゴブリンを退治したいわけじゃなくおおボウガンを使うのねいやボウガンってさ近接戦闘になったら大変だよねセットするのああヒットアンダーウェイなのねまあそりゃそうだただこの弓矢さえ回収できればまたねすぐ攻撃できるのは いやもうそれで戻すんだ <laughs> それでいいんだ <laughs> もういきなりピンチじゃんやばくねいやいやこんなバトル展開珍しいあれ抜けたんもういやこの人すごいな強いねいや結構いい食事してんじゃないこんな溶かしてさ大体いい乾燥肉とさ黒パンとかじゃん 冒険者って言えばおおなるほどこの弓でいや結構ギリギリな気がする大丈夫一人ですごくない <laughs> あの数全部やったの <laughs> ええやばっああここにあると見た あの食堂へ続く扉いやきたーあとはこの子が何を頼むかだわ、うん、不思議だよねこんなのが突然さパカーンってあったらどこでもドアじゃあるまいしまあとりあえずやるよなこうしてみるよねえっどこかに続いてるって思うんだねここの人たちは。 <laughs> 扉開けたら突然の食堂 <laughs> えそしてこの懐かしい面々の皆さん <laughs> プリンアラモードの子 <laughs> あカレーねチキンカレー食べてんのかないかず今度辛くなった <laughs> 頑張って買ってきてるのかなうんさっきまで洞窟にいたのに。 自分もね多分そっち系なんじゃないうん昼だねいやーここは猫屋ですよめっちゃうまいご飯ばっか出てくるっていうまあ洋食っていう割にね豚汁出したり時々面白いけど。 納豆かけご飯とかさうーん蓄音機うん何食べるかだよこのヒルダってキャラがそしてその食べたものでは俺は今度ヒルダって名前を忘れちゃうんだろうな そそうそうこれ必ず聞くよね東,か東大陸語作画は前回と変わってない様子で安心しましたうんコロッケねうん甘いものに行くかな 女のキャラだし、甘いものかなうん、そっちかチーズケーキうん。あーチーズ好きなんじゃないうんパンに乗っけてたもんねあーそれフリだったのねあ、じゃあ今回チーズケーキだうん 俺はチーズケーキは結構硬くて酸っぱめのやつが好きで酸味が強い。ってきてるきてる <laughs>。もう出てた <laughs>。いや美味しそうだもんだって。はてりやきチキン。あ飲んでるよねいつも。この二人いつもここでね。 <laughs> 有名な人 <laughs> すごい人ばっかなんだよねお店のお客さん <laughs> そんなすごかったっけ <laughs> 忘れてた <laughs> うわおいしそう <laughs> あ紅茶がタダでつくのね <laughs> いやまたお砂糖なんかね 貴重だろうしこっちの世界しかも真っ白なめっちゃ甘いぞうんうんそういうもん <laughs> 持ってけ器をね絶対こぼれてるから運んでる間に、うん、紅茶はね 俺も砂糖入れれば飲めるわお口がおこちゃまなものでコーヒーとかもね苦手なのよ <laughs> めっちゃ音楽シャララララララーンって <laughs> いやー食べたくもうこれねえこれこれから深夜に見ると思うと辛いわ絶対お腹減るって うん、これ先にタイトル知っといて同じ料理を用意しとけば面白いかもね。俺けどベリー系あんま好きじゃないんだよね。すげえ酸っぱくないカシスとかさ。<laughs> めっちゃ可愛い <laughs> さっきまであんな緊張感持って戦ってたのに。うん いやもう別個で食べたいかな俺はどっちかっていうと笑焦点してますやん <laughs> うん安いんだねんあおかわり <laughs> もう必ず最初来た時は定番だよねみんなおかわりするのさ カルパッチョとか少ないのなら分かるけどまあチーズケーキもちっちゃいか俺ならけど2切れ食べたらもう味濃いしなかなかあれだけどねあもう終わり帰っちゃっただからこれからもここのクエストに来るんだろうねうーんああ来るの 確かにこんな美味しいさ<う>ああビーフシチューだったよねいやーあの人あの人はもう終わりなのデバーあまかないまかない今回はなんだろうねカレーパンとかすごい美味しそうだったけどえっチャーハンチャーハンだよね多分ピラフかな あーチャーハンだいやもうチャーハンも美味しいよね分 <laughs> かんないよな中華とか言われても <laughs> けどスープはコーンポタージュなのかなチャーハンとうん、うん、そうなんじゃないコーンポタージュ飲めるんじゃない 違うかな <laughs> 違,っ<た>違ったね。まあ、チャーハンとコーンポタージュは違うかなってちょっと僕は思ってたからよかったよ。あ、そうだ。この子はこういうのがあったね。お祈りが。でそんな中、チキンカレーを食べると。いや、絶対うまいわ、チャーハン。うんー。 俺、チャーハン食べんならラーメンか餃子か欲しいな。すごい昔のチャーハンが好き、俺。ナルトとか刻んで入ってるような。わかるみんな。具材はほんと少なくていいんだ。ネギ、チャーシュー、ナルトくらいで。あと卵か。うん、美味しいよね。パラッパラン。 まあけど家で食べるしっとり系のねザ家庭のチャーハンっていうのも好きあ食べてみ食べてみよううんいや冒険してみたらんえちょっとまっかけて食べようとしてんのかチキンカレー違うよね <laughs> 食べないのかい <laughs> カレー関係しか食べないのかなこの子はカレーパンときには食べてたしいやよく食べるんだよなそれで、まあ、元はあのサイズだから無限に入るのかみんなでまた寂しい世界に戻ってくんだね黒はあれってちゃんめっちゃ可愛いよなうんどうしたん メンチカツサンドあえあれかあそこで今働いてるから住み込みだかなんかしてんだっけなんか届けんのかああコンポータージュ思いがけない方法で <laughs> しかもチートの入り物じゃんそれ保温じゃないあそうそうその人その人メンチカツのサンド うんけ猫屋の食事なら食べるでしょ喜んでああとなんかさお菓子買ってきてみたいなの頼まれてたよね一気であれも後々やるのかな金貨渡されててさ「異世界食堂」だけは本当まだ全然記憶があるから これくらいの記憶引き継いで続編もの見れたらいいんだけどね今な何だろう、うん、分からない,いやこの子は良かったよね猫屋で働けてさそのおかげでここでさ雇ってもらえてるわけじゃんおいしい食事もあって寝る場所もあって いい人に恵まれてさいや俺も働きてえわ猫、ね、屋で <laughs> うんなそれこそ料理さ教わって作るとかうんそっち関係学べばいいじゃんいやそれは邪魔になるよね だよねー、うん。うん何だろうえな何だコーンポタージュが最後に映ったけど関係あんのかなんか美味しい匂いでもさせてくんのかなそんなことはない ああ、お腹減ってる。ちょうどいい。だからやっぱご飯系だよね。このアニメだもん。出た、黒パン。甘い匂いなんだあ、コーンポタージュを煮てるのか温めてるのかうーん。 やっぱご飯を作るっていう正解かいやーいいなー職場でさプロの人が作ったご飯もらえるっていやでたてのパン絶対うめえじゃんうん いや金貨100枚なのね <laughs> もっと欲張ってみたらあそれね今の生活もうそれが一番プライスレスな宝物だろうな <laughs> おっとおっとっとそれはずるい返しだなモーニングあ再びあそうだこの子がそうだわ 最初にモーニング食べてたよね。あれ違ったっけそうだよね。やっぱ最初はアレッタさんからみたいな始まりなんだ。二菌。だろうなあ。あー、溶かしたチーズ。もうさっきの子もやってたけど。もうさっきの子のもう名前出てこないけど。<laughs> チーズケーキで覚えちゃって <laughs>。 いやね、また美味しそうに食べんだよな、みんな。いや、ちょっとコーンスープ飲みてえわ。クノールのコーンスープが。クノールでいいから。いや、飲んでみ、飲んでみ。猫やのだよ。うん。あ、もう、そっか、猫やって言ってたか、さっき。もらったって。 いやもう解説ありがとうございます。聞き入っちゃった。ああわかるわ。ひた半端ですかしみ半しみパン派ですかみたいなあったよね、c ム。俺はもうひたひた。あ、つけパンか。つけパンか。しみパンか。<laughs> コーンスープおかわりあ、もうなくなっちゃった。 あれっても飲みたいのかなもしかして、うん、あーあああ最後に入れてくれたもうあんなわかりやすい態度とらっとられてたら言 <laughs> えるわなかわいいわん、うん え今食べ終わったばっかでいや目輝いてるもう出すしかないんじゃないですかまあずっと食べてなかっただろうしなこのパンがねしっとりしたのがいいんだよないやー美味しいよね あ,終わ,りあ終わっちゃったよえてかこんな子いたっけまあこれが猫やのあれかえ猫なんか出てきてたけど動くいや今回はね、まあ、話戻るけどチーズケーキそしてモーニングでしたけどもいや本当にさ一個一個の料理がもう全部 美味しそうなの見た目、ね、しかもみんな美味しそうに食べるからさお腹減ってる時に絶対に見ちゃいけないアニメだよなうわああれ美味しそうなんて名前だろう卵入ってんのハンバーガーもいいねあこれあれかなこれから今,今まで出てきたのプラスこれから出てくるのみたいなそういう感じもしかして 違うかないやもう本当に今回チーズケーキ見たけどさっきも言ったけどもう最初の女の子の名前忘れた <laughs> 絶対みんなもそうやって見てると俺は思うよ信じるからねそこは <laughs> これからもそういう見方をしていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします終わっちゃったね シーパートはないよねはいということで、えー、グルメ系日常アニメと言ったらいいのかな、えー、世界食堂2、えー、見させていただいたんですけども皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております以上動画部突如お送りしましたバイバイ